最近越される最近に越される最近に越される最近に越されるヒカキン TV Everyday ハロー YouTube どうもヒカキンです。年も明け2022年、今ねこれ1月の末に撮影してるんですけど、まさか年明け早々こんなことになるとは思ってもいませんでした。まさか私ヒカキンの実の兄セイキン氏がいよいよ俺を超えてくることになるとは。これは公式ライバルですね。あ、これ茶番ではなくガチです。まあまあガチ。はい、何が起きたか簡単に言うと、あのね、セイキンのとある一本の動画がとんでもない伸び方してて、今のね再生数の勢いで言うと私ヒカキンの全ての動画を抜いていくんじゃないかっていう勢いがあるんです。16年の歴史が兄ちゃんで、その例の動画がどんな動画かというとお見せしましょう。 3, 2, 1, fire。 こちらです。実験動画撮影中に寝てしまった YouTuber の末路、3208万回視聴、1ヶ月前の動画、1ヶ月、見ていきましょう。これもう終わってんの、多分1分もないんだよね。これやばくない？まあ面白いんだけどさ、結構ちょっともう一回見よう。そう、これヘアアイロンでね温めてるんですよね。これシャンパンかな。でこれで眠そうにしてたらすごい勢いで線が飛んでくる。で、ちょっとこぼれる。これよ、この動画。もうさっきも触れましたけど、ちょうど今1ヶ月で3208万再生、122万グッド。は？は？はぁーって、は？海外アーティストの MV かよっていうね、伸び方が。わかります？これやばさ。僕もね、16年ぐらい YouTube やってきて、数々のね、自信作ありますよ、動画ね。もちろんね、3200万再生より、再生数多い動画っていうのはいっぱいあるんですけど、勢いが違うのよ。1ヶ月だから、まだ。セイキンの伝説は始まったばかり。ちなみに、僕のね、YouTube の全ての動画の中で一番再生数が多いのは、YouTube テーマソング。まあ、これ、セイキンと一緒に作った動画なんですけどね。まさか、やはりこれもセイキンのおかげで、うん、これで1億2000万再生なんですよ、動画1本でね。なんだけど YouTube テーマソングのグッドボタン68万グッドくらいなんですよね。もう倍くらいいっとるやん。それも YouTube テーマソングもう多分6年前くらいなんですよね、公開したの。セイキンの動画は1ヶ月。ああ。でね、本人にもちょっとこの動画のこと聞いたんですよ。そしたらね、なんか一日すっごい大変な撮影を終えた後に、で今ね彼育児も頑張っておりまして、で育児もしながらそういうヘビーな撮影一日かけて終わって、なんかね夜遅くにマジで眠いけどやってたらしいんだよね。よかったな、頑張って。そんでなんかこれ時間かかるみたいなんですよね、シャンパン、ヘアアイロンで温めるの。これ危ないかもしれないんで真似しないでくださいね。でこれやってたら本当に多分時間かかって、これ動画カットしてるからね短くなってるけど、すごい全然
コルク飛ばねえじゃねえかみたいなやってたら、事件性のあるくらいの勢いで飛んだっていうので、もうなんか反応できてないんですよね、早すぎて。もうドラゴンボール的なね、もうパンチここまで来るのに反応できてないみたいな。ボン、うーって、あのテンポ遅れて反応してるのが、まあこれね、世界で受けたみたいなんですよ。やっぱこの再生数はね、世界なんだよね世界の世紀いきなり世界デビューしやがった、ワールドデビューで。これコメント見てみると、こっちオタクキッズ、今気づいたけどこの動画の再生数が世界レベルそうそう、おっしゃる通りなんです。3000万再生も100万超え、高評価もすごすぎる。で、ここら辺からやばいね。ほら、ちょっとすいません、ちょっと僕が読めないんで、これはロシアの方かな、ロシア語なんか、明らかにでもなんか笑ってくれてるよね。ちょっといいねしとこう。で、これ英語だよね。 100 point for keeping it real and being realist 読めないですね。で、これなんかはほら、中国語かな、寝てても狙撃を回避するなんて尊敬しかないですね。みんなでこの動画1億再生させようぜ。マジかよ、そういう運動が起きてるのか、やばいガチで YouTube テーマソング超えさせに来てんな、これ。ほら、昨日高評価55万だったのに1日で10万以上増えてて、くさくさ。はい、どうも。4週間で2830万回だと、なんということだ。これが本当のセイキンショットか。なるほど。いや、セイキンショットで世界に名を轟かせたな。 The idea is that you heat the liquid so that the stream creates pressure. You spend 90% of your time justHitting the glass. No wonder it took so long. これが世界に進出した景色か。セイキンさんすごすぎ。世界進出したことになってるようですね、やっぱり。あー、セイキンの反応がワンテンポ遅いのに注目してほしい。普通の人間ならパンと音が鳴ったと同時に叫んでしまうが、セイキンは音が鳴ったコンマ1秒に冷静に目視で状況を確認し判断を終えた上でダーワッツー人間の驚くという本能より先に戦闘モードに入るのが聖域なのだ。これセンスあるコメントだどういうことだ。目視で状況を確認し判断を終えた上でダーワッツその他もコメントやばいっすね。ほんと世界中で見られてるっぽいっすね。で、あとこれもね、すごくて、これね、セイキン TV の全動画の人気順のランキングなんですけど、ちょっと待って、ちょっと待って、1位、2位、3位、4位、5位、5位、あ、夢がちょうど越されてる今日で。これさ、やばくね、これ。あとね、上の4個全部ミュージックビデオなんですよ、ヒカキン&セイキンの。あと1位はセイキンの曲ですね、5年前の。もちろんまだ上のね、ミュージックビデオ、雑草とか今とかね、これ5000万再生超えてるんですけど、4年前、3年前、2年前、1ヶ月前5年前、4年前、3年前、2年前、1ヶ月前ってこれを言ってるんですよ、僕は。ヒカキン&セイキン夢、2年間の夢が1ヶ月で吹き飛んでいったな、これは。で、この感じだと今と雑草とかももうこれ抜かれていく可能性高いんだよね。だからセイキンの1位の動画はこれになるんじゃないかとね、思ってます、僕は。そして僕も超えられていくと。ちょっとせっかくなんで他のショーツも見てみますかね、セイキンのね。これも伸びてるんで566万再生。これも危ないから真似しないでね。はい、いいね、いいね、押しといてやるわ、ほら。はい、ライバルとして押しといてやるわ。こっちバズったら俺も世界進出してたのにね。いやー、こっちバズったらな。なんで、あれね、たまたまソロのやつで。真似しないでね。そう、これと、これもすごい伸びてんだよね。これも327万再生。これも伸びてんだよ、ほら。これもヒカキン出演なのに。こっちじゃねえんだよ。これで言ってくれよ。
い、こんな感じ。いやー、改めてね、やっぱ YouTube ってグローバルだなっていうのを久々になんかすげーなって思いましたね。そう、僕はね、10年前ぐらいかな、2012年ぐらいにもう日本向けにやっていこうって自分の中でね決めて、そこはね正直今でも変わってないので、僕はまあいつも日本向けに作ってるんですけど、兄弟がねいきなり世界でバズるっていうのは初めてだったんで、なんかテンション上がりましたね久々に。僕が20歳くらいの時にもう海外に向けてビートボックスの動画だけ作ってた頃を、なんか久々にあの感じを思い出したなっていう。僕はやっぱこう日本だけで超バズってるみたいのはね、今でもやっぱり好きなんですよね、というかまあそっちを目指してるんですけど、ちょっぴテンション上がるねこれね。はい、というわけでもうね、僕の兄はもう弟の僕でも手の届かないねところまで行って、そんな存在になってしまいましたが、今後もうちの偉大なる兄は世界にね多分羽ばたいていくと思いますので、セイキンショーツにご期待ください。この動画もしよければグッドボタンぜひぜひポチッとお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ、その他私ヒカキン SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。ゲップが出ちゃった。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はプンプンじゃんけんポン、わーい。登録